岩沼市は宮城県の南部に位置するし、太平洋沿岸、阿武熊川川口の北岸にある。宮城県の南東部に位置し、太平洋に面する。西側は丘陵地帯であり、東側は平坦な中石平野である。南側の渡り町との境には、阿武熊川が流れる。阿武熊川の河口に位置する岩沼は、かつては竹熊と呼ばれていた。この地は後に、 欧州街道と陸前浜街道の分岐点の宿場として栄えたことからもわかるように交通の要衝であり、多賀城へ下校する官人のための旅館が置かれ、上和9年には竹駒神社が誕生されるなど古くから重要な宿液であった。遠分6年までには伊豆田市が岩沼城に入り、ここを拠点とする。伊豆田市は始める寿司、後に伊達市の家臣となって、 道地を支配した。岩沼の古称は、この城の前面に広がる沼から取られたものと伝えられている。天正十九年に、伊豆田重光が、岩井群薄木野城に移されてからは、石田周長、八代影寄、奥山影清、古内重広らが城主を歴任した。万治三年に、仙台藩主、伊達奈村のおじ、田村宗長を藩主とする藩、岩沼藩が成立すると、 岩沼はその城下町となる。天那2年に田村氏が一の席に転望されると岩沼藩領は仙台藩に復帰して翌年には再び古内氏が岩沼城主となり以後明治維新に至るまで岩沼を治めた。近代以降も古内氏は岩沼と深いつながりを保ち町長、市長を輩出している。平成27年国勢調査より前回調査からの 人口増減を見ると、1.11%増の44,678人であり、増減率は、県下35市町村中8位、40行政区域中12位。市長、菊地明を2014年6月23日就任。現在2期目本社。演奏所は、花トピア、岩沼内にある。送信所は、岩沼市庁舎の屋上にあるため、 渡り郡渡り町や名取市の一部でも聴取可能。岩沼駅の駅舎。仙台空港の俯瞰。仙台空港が市の東部、名取市との境にある。東北新幹線が白石沢駅仙台駅間の3キロメートル弱に渡って岩沼市西部を通過しているが、ほとんどがトンネル区間である。岩沼駅、岩沼市民会館とグリーンピア。 岩沼や仙台空港などの市周辺部を結ぶ路線を運行。運賃は全線均一に100円。小中学生及び70歳以上は100円。竹駒神社の空門。総合体育館、陸上競技場などを活用し、各種スポーツ大会の誘致に力を入れている。注釈出展。ありがとうございます。